福島県の皆さん、こんにちは。丸山桂里奈です。私は福島に2005年から2010年まで5年間過ごしていたんですけど、 J ビレッジでももちろん練習でお世話になりましたし、双葉町に住んでいたので、みんなにすごい元気をもらったりとか応援してもらったりとかして、すごい勇気づけられてきました。福島の町の皆さんが本当に優しくて、歩いていると声をかけていただいたりとか、なんかいろんなものを持たせてもらったりとか、果物を持ったりとか、餅持ったりとか、ご飯持ったりとか、パンくれたりとか、もう本当にいろんなものを食べさせていただいて、私もここまで元気に大きくなりました。本当にその時はありがとうございます。聖火リレーの時に福島で走りたいっていう夢があって、走れなかったのはすごい残念なんですけど、来年オリンピックがまた東京に来て、福島でもみんなが選手が活躍できるような、そんな街になるように私も応援していきたいなと思っています。それでは行きます。2020へ福島。